こんにちは、ルーナです。今日はアメリカでワクチンを接種するということについてお話ししていきたいと思います。はい、ちょっと日本語が下手くそなので、ちょっと何を言ってるかわからないっていうことにならないようにしていきたいな。それが一番の目標です。はい、一番最初に気になることは、接種会場をどうやって探せばいいのかっていうところかなと思うんですけど、そのワクチンとその打ちたい地域、例えばアメリカのどこの州で打ちたいのかっていう州の名前を入れて予約、リザーベーションっていう3単語でもたくさんウェブサイトが出てくると思います。大体は安全だと思うんですけど、一応今回のこの動画では私がどのサイトを使って予約をしたのか、どうやって接種をすることができたのかについてお話ししていきたいと思います。今回使わせていただいたウェブサイトがアドベンティストヘルスさんっていうウェブサイトです。予約とかもスムーズで、そうですね、特に困ったことがなかったですね。予約から接種するまでとてもスムーズでした。ではまず最初に接種会場を探す流れについて説明していきたいと思います。リンクは概要欄に貼ってあります。まずサイトを開いて自分が接種を受けたい地域を選びます。その次にStart here を押します。同意をするかどうかのチェックを入れます。個人なので Individual を押します。その次に自分の年齢を選びます。18歳以上の場合は確認のチェックをつけることになります。次にどの国に住んでいるかを答えるのですが、これは日本でも宿泊先でもどちらでも構いません。次に体に不自由があってクリニックに行くまでに手助けがいる方、家でワクチンを受けたい方に当てはまるかどうかの質問です。イエスかノーかで答えてください。次に、上記に書かれているもので当てはまるものがあるかどうかを確認して、イエスかノーかで答えてください。次に、ワクチン1回目をすでに受けているかどうかについて聞いています。イエスの場合は、1回目のワクチンが何の種類だったかを選ぶ項目が新たに出てきます。NO の場合は次の項目に移ることができます。同意するかどうかのチェックを入れます。その後に Continue ボタンを押します。宿泊先の住所か郵便番号を聞かれます。それを入力することによって宿泊先から近くのクリニックを自動的に探してくれます。Continue。 次のページでいくつかの候補が出てきます。フィルターロケーションというところでドライブスルーの会場、1回目専用の会場、2回目専用の会場などフィルターをかけて候補を絞ることもできます。候補を絞ったらスケジュールアポイントメントをクリックします。カレンダーが出てくるので接種を希望する日付を選びます。そこで注意点があります。その会場が毎日やっているとは限りません。週末しかやっていないところなどもあるので注意してください。日付を選んだら画面右側の時間帯に移ります。ここもクリニックによってオープンしている時間帯が違うのでそこに気をつけてください。時間帯については第1希望から第2希望まで提出することができます。最後に個人情報を入力します。名前、名字、生年月日、母親か保護者の名前、性別、人種、ジャパニーズですね、ヒスパニック、ラテンなどどれに当てはまるかの質問。ここでは Not of Hispanic、Latino or なんでしょうね、それを選びます。 E メールアドレス、電話番号、宿泊先の住所を入力します。次に健康保険の有無について聞かれます。
これがあろうがなかろうが接種は無料です。そしてワクチンを受けるほどの体力が十分にあるのかどうかについての簡単な質問がいくつかあるので答えてください。今まで特別なセラピーを受けていたり免疫力が低いと判断されたことがある、持病がある、妊娠しているなどに当てはまらない場合は NO で大丈夫だと思います。最後に ADA Requirement という欄で当てはまるものにチェックを入れてください。そして Complete Appointment を押すとカチッ。はい、そこでメールが届くと思うので大事に保管しておいてください。はい、では次に私が実際に行ったクリニックでの大まかな流れについて説明したいと思います。まあある程度はどこのクリニックも一緒かなとは思うんですけどね。まず会場に到着して受付1番に行きます。受付1番で簡単な挨拶、今日の体調を聞かれます。予約しているか聞かれるので、聞かれたらメールを見せましょう。だいたい3分くらいです。次の案内人のところに行くように指示されます。受付2番に着くとパスポートを提示するように指示されます。名前と生年月日を確認されて、最後に電話番号を聞かれます。情報入力などで時間がかかり、10分ほど待ちました。次は実際に接種するところに移動するよう指示されます。そこで注射を打ってくれる方が、アレルギーがないか、ワクチンの種類が合っているかなどの最終確認をしてくれます。ワクチンは確認後すぐに打ってくれます。だいたい5分程度かかります。その後、休憩場所に行くように指示されます。ワクチンを打った後、15分は椅子に座って安静にするように言われました。時間を計ってくれる方がいて、15分経ったら部屋を出ていいですよという合図をしてくれました。休憩所を出るときに、ワクチンを打った証明書、兼2回目の接種可能になる日付が記載されている白いカードを渡されます。それは2回目のワクチン接種の際にも使うものなので、大事に取っておいてください。カードをもらったら全て完了です。会場を退場して帰宅してください。最後に副作用、副作用についてお話ししていきたいと思います。副作用は人によって全然違うと思うので、参考になるかな。どうなんだろう。私の場合はそうですね、ほとんどなかった。強いて言うならば、打った後2日間ぐらい疲労を感じたかな。でもそれが原因で動けないとかそういうことはなかったので、なかったに近いです。あと腕の痛みも強く押したらちょっと痛いなぐらいでした。ワクチンは基本的に予約をしなくてもいいって言われてるんですけど、アメリカに住んでいる方でワクチンを希望している方はもうほとんどがワクチンの2回目接種が終わっているので、だんだんワクチン接種が可能な会場が減ってきている状態ではあります。なのでしっかりと予約をした方がいいと思います。はい、それによって会場の方にも、あ、まだワクチンをしたい人がいるんだなっていうことが伝わるし、もし会場が開かなくなった場合、メールが届くと思うので、しっかりと予約をしましょう。よいしょ。最後までご視聴ありがとうございました。